ゲーム実況者の北です新信長の野望やっていきたいと思います今回のテーマはですね無課金美課金向けおすすめ SR 武将8000ということでやっていきたいと思いますはいということで SR の利点ということでまずお話ししていきたいと思います利点としまして1つ目としましてはガチャでかぶりやすいというものが挙げられます2つ目としまして武将交換の方で多いんですね覚醒を上げやすいというものがあります値段がですね4000ということで比較的お安くなっています この2つの利点により覚醒ですね奥義レベルが上げやすくなっています欠点としましては SSR と比較しまして全体的にステータスが低いという欠点がありますそんな SR 武将なのですが状況によってはですね SSR に負けないばかりかですね強い武将も存在します特に現在有名なところですと福留正親が挙げられるかなと思います こちらですね無凸でもランダムで3部隊に25.2%の攻撃をできるというところがですね強さの秘訣となっています実はですねユクター軍団の中で SR なのですがもう初期からですね1軍の武将として活躍してくれています私はですね同じ大名に所属した武将とかですね活躍した地域が同じ武将をまとめて運用する癖があるのですが福留がですね長宗壁氏の家臣ということで 長祖壁元近の先鋒としてですねずっと運用していましたそれではですね SR おすすめ武将の前にですね福留の強さということでちょっとですねお話ししてみようかなと思いますやり平先方ということで比較してみたいと思いますそれではですね前田利家から見ていきたいと思います前田利家のですね必殺奥義としましてはこちらとなっています 3ンから2ンおきにですね、味方部隊の防御力を上げるというバフですね。そちらの効果と、1部隊に無突の状況でですね、28%ダメージということになります。続きまして、柴田勝家ですね。こちらはですね、3ンから2ンおきにランダムで敵の部隊に対して、無突の段階で40%の通常攻撃ダメージ、プラスアルファという形となります。 それではですね、福留正近ということで見ていきたいと思います。3部隊に対してですね、25.2%ダメージということで、単純に合計しますと75.6ということで、前田敏恵のですね、28%、柴田勝家音ですね、40%プラスアルファ以上のですね、パーセントダメージを与えられるということになります。当然ですね、SR ですので、やり返に対する祝福抗議の差ですね、それが2%あります。例えば柴田勝家ですと、無突の段階で6%ですね。 SR のですね、くどめですと、無突で4%ということで2、2%の差があります。またですね、ステータスによる攻防上昇効果の祝福の差というものがあります。大体ですね、同レベルで1%くらいあるのですが、十分にですね、1軍で活躍できる性能となっています。複止めの場合はですね、兵士が一致してていなくても、 十分強い性能となっています。例えばですね、鉄砲部隊で運用するとかですね、例えばですね、騎兵部隊で運用するというのでも十分強い性能となっています。それではですね、おすすめ首相4選ということでやっていきたいと思います。1人目はですね、い、e、い直政となります。こちらはですね、チュートリアル武将ということもあり、覚醒がですね、凸しやすいというのも利点の一つとなります。 必殺奥義の方ですね、無突でもですね一部隊に対して38%のダメージということで、高倍率のですね、 大いのダメージとなります騎兵運用でしたら SSR が当たらないとなかなかですね一軍から外れないですね優秀な性能となっていますそれではですね実際運用の例ということで条件はですね色々いろいろ違いがあるとは思うのですがユキタの例ということで見ていきたいと思います対象はですねレベル11のヤリヘイヤとなりますいい直政隊ということで徳川の赤備えということで1回発動していまして累計用ダメージがですね1236ということでですねなかなかいいダメージ叩き出せています 2人目のおすすめとしましては聖春るとなりますそれではですね、必殺音に見ていきます無突でですね、2部隊に18.2%ダメージということで単純合計しますと36.4%のダメージを叩き出せることになりますこちらですね特に偶数発動なので発動回数がですね多いのが利点となります例えばですね10 1> 1ターンあるるとととしまますすすす偶数発動ですので5回発動動ででの回いう計算になりますね例えば、これが第3ターンから2ターンおきに発動ですね。例えば、E ・ナオマサみたいなものですと、第3ターン目に1回ですね。で、2ターンおきなので、第6ターンに2回目。で、第9ターンに3回目ということで、発動回数がですね、5回と3回ということで、発動回数がですね、2回の差が出てきます。ですので、短期戦だとですね、そんなに回数変わってこないのですが、中長期戦になることでダメージ稼げます。 2番手にですねこちら首相系ということでおすすめしましたそれではですねこちらもですね実際の発動例ということで見ていきたいと思います聖春孝ということで反乱者の謀反ということで2回発動でですね累計用ダメージ2220ということでダメージ出ていますはいということで3人目のおすすめとしましては小田信忠となりますいい直政とかですね聖春孝に比べるとおすすめ度はですねちょっとグッと下がってはきますそれではですね必殺鬼ということで見ていきたいと思います 第3ターンから2ターンおきに2回発動ということで2部隊に対してですね無突の段階で19.2%のダメージを叩き出せます単純合計でですね38.4%ということになりますですがこちらはですね第3ターンから2ターンおきとなってきますので中長期戦で,ですねダメージそこまでは出,出ないかなというところです、まあ鉄砲 メインで運用すするるななら検討のの余地があるのかなと思います4人目にお勧めできる武将としましては、釘キヨとなります。こちらもですね、織田信忠と同じように、井伊直政とかですね、聖原高に比べるとちょっとおすすめ度はぐっと下がってはきます。それでですね、必殺鬼ということで見ていきたいと思います。こちらもですね、第3ターンから2ターンおきに、1部隊に対して30%のダメージとなります。こちらもですね、鉄砲 運用なら検討の余地があると思いますそれでは引き続きまして大砲系 SSR 部署と SR の比較ということでやっていきたいと思いますおすすめということで首相をですね4人ほどおすすめはしてきましたがじゃあですね大砲系 SSR 部署とどっちがいいのということで疑問に思うのかなと思いましてちょっと比較してみようと思います大砲系 SSR の利点としましては統率が高く引き入れる兵数が多くなるという利点がありますただし欠点としまして奥義が不発になるという点があります 例えばですね、祝福位の方にしましても、必殺奥義の方にしましても、両方ですね、不発となります。これに対しまして、SR 系の首相ですね、おすすめの武将とかに関しましては、利点としまして、義が有効であるという点が挙げられます。特にですね、必殺系の奥義でダメージ叩き出せるという点があります。またですね、兵士が一致すれば、祝福奥義の方も有効となります。 ただし欠点としましてですね、統率が SSR に対してですね、低くなりがちで、引き入れる兵士がですね、低くなるという欠点があります。はい、ということで、比較ということで、SR 系の武将で戦ってみたいと思います。後ほどですね、SR 系の首相をですね、逮捕権の SSR に交換してですね、もう一度戦ってみたいと思います。はい、ということで、データをね、比較していきたいと思います。SR を使用した方はですね、 レベル G の槍兵野党に対して単数6ということで倒せています。損害はですね 重兵兵士が戦兵士がが855、戦111ということになっています。こちらがですね、大砲系の SSR 武将に交換したものとなります。同じくですね、レベル12の槍兵野党に対してこちらがですね、ターン数が8ということで、2ターン多くですね、かかっています。重症兵士の方は982、戦士兵士がですね、115ということになっています。SR を使用した方がですね、いい結果が出ました。 出た理由としましてはこちらですね奥義によるですねダメージがありますので短いターンで倒せているためにトータルのですね損害が少なかったということになりますそれではですねもう一つ比較ということで見ていこうかなと思います集結2部隊ということでレベル6のですね野党砦に攻撃してみようと思いますこちらもですね同じく大砲系の SSR と SR 武将をですね入れ替えて比較してみたいと思いますそれではですねデータ見ていきたいと思いますまずはですね SR 武将となります 重症兵士はですね、三百四十八、精神兵士はですね、百五十二となります。 続きましてですね、部隊ダメージ比較ということで見ていきたいと思います。今回ですね、比較するものとしましては、第2軍団の方の第1部隊と第2部隊の方となります。それぞれですね、第1部隊の方が13,764ですね。第2部隊の方が14,03というダメージを叩き出せています。続きましてですね、大砲系の SSR 武将となります。こちらもですね、対象は同じレベル6の野党取り出となります。重傷兵士がですね、444。 戦士兵士がですすねとなりますそれではですね部隊ダメージ比較ということで第2軍団の第1部隊ですねそちらの方が1万1695となっています。 第2部隊の方がですね9301ということになっていますよってですね SR 系の部隊の方がですね部隊ダメージ比較のところの累計ダメージですねそちらの方が3171増加していると言えますよってですねこのことから何が言えるのかということなのですが SR 系の首相ですねそちらの方はですね率いている兵士が多少減少しますのでそのことによってですね損害が増加したりですね兵士が与えるダメージというのは多少低下しているんですが奥義によるダメージと とても大きいですので総合的にダメージを叩き出してですね短いターン数で敵を撃破することによってトータルのダメージも低下していると言えるのかなと思います、まあ、ですのでダメージを重視される方はですね大砲系 SSR ではなく SR 系の首相ですね それを使った方がいいのかなと言えるかなと思いますただですね結果はとても僅差ですので状況によってですねちょっと触れ幅はあります敵の種類とかですねあとは各種祝福によってはですね大砲系 SSR の方がですね損害が出ないということも多々ありますのでそこはですねちょっとご注意ください おすすめ戦法4選ということでご紹介していこうかなと思いますまずはですね一番目におすすめなのは福留正親ですこちらですね先ほども説明したのですが必殺多義の方がとても強いですね 無突の方で3部隊で25.2%ダメージということで、累計ですね 75.、75.6%ということで、SR にしてはですね、ちょっと破格な性能かなと思います。それではですね、実際運用の例ということで、比較としてはちょっと不正確なんですけれども、ユキタのですね、例を見てみたいと思います。対象はですね、レベル11の槍兵野党ヤトとなります。 舞台編成としてはこんな感じですね。福留正近ということで、福留の荒切りということで、1回発動していまして、累計の油ダメージがですね、2637となっています。こちらですね、他の武将を見てみますと、例えばですね、島津義弘なんかですと、1176ですね。他にもですね、長底部元親も830とかです。井伊直政がですね、1236。浅井長政ですと、557ということで、軍団内でね、トップの扇ダメージを誇っています。 ですので、ちょっとねダメージ伸び悩んでるかなという方はですね一度、福留正チ花試してみるといいかなと思います。 2番目のおすすめとしましてはアザイ長政となりますこちらですね必殺奥義の方がですね偶数発動なので発動回数が多いというところがとても強くなっています対象はですね2部隊に対して12%ということで累計はですね24%になります偶、まあ、数発動ということなので短期決戦ですとちょっとね発動回数少なくなってくるので奥義によるですねダメージあんまり稼げないんですけど、まあ、10ターンとかですねある程度ありますと かなりですね、差が出てきますので、中長期戦にはですね、おすすめの武将となっています。はい、ということで、実際の運用例ということでね、見ていきたいと思います。対象はですね、レベル1 0の槍平野党となります。舞台編成としましては、こんな感じとなっています。 オウミの A イということで3回発動しています。累計 U ダメージが794ということでプラスアルファですね、7回の防御低下効果も与えています。同じ敵に対してですね、福留正親の場合はですね、2回発動で累計 U ダメージ1771ということで、あの見劣りはするんですけど、十分 SR としてはですね、ダメージ稼いでいるかなと思います。さらにですね、 得意な兵兵士が騎兵ととうことで今ですね騎兵使われている方多いと思いますのでこちらですね騎兵の防御力も上がりますのでなかなかねいい戦法なんじゃないかなと思います3番手のおすすめとしましては鈴木貞雄となりますただしこちらはですね福留正親とかですね浅井長政に比べるとちょっとですねおすすめ度はぐっと下がってはきます それではですね必殺奥義ということで見ていきたいと思いますこちらはですね第3ターンから2ターン起きですね無突の段階で1部隊に対して30%のダメージとなります それではですね、実際のダメージということで見ていきたいと思います。対象はですね、レベル11の槍兵野党です。こちらもですね、必殺奥義ということで、1回発動でですね、累計用ダメージで1015ということで出せています。鈴木貞優なのですが、奇変運用とかですと優先度低くていいかなと思いますが、鉄砲運用であればですね、検討の余地ありだと思います。 4番手のおすすめとしましては、柳生胸乗りとなります。こちらもですね、必殺音位見ていきたいと思います。第3ターンから2ターンを機にですね、1部隊に28%ダメージ、プラスアルファという形となります。それではですね、こちらも実際の運用の例ということで見ていきたいと思います。 対象はですすねレベル G の槍兵野とということになります大観察ということで2回発動しています累計有ダメージ855ということでねまあ他の部署ですね正直言って福留とかですねアザイとかに比べるとあの見劣りはするんですけどそこそこダメージは出ているかなと思います、まあ、適性がですね忍者ということもありますのでどうしてもですねあともう一人戦法足りないなという時はですねヤギウムネノリ 使うのもですね検討するのもいいのかなというふうに思いますそれではですね坂木原康政はどうなのかということでお話ししていきたいと思いますこちらですね第3ターンから2ターンおきに攻撃上昇効果の方は確定で発動するんですけどダメージの方ですねこちらは50%の確率で1部隊に対して16.8%ということですのでまあそうですねダメージの倍率もそこまで高くないというのもありますので今回はですねおすすめの中からですね除外させていただきます それでは続きましてねじゃあ SSR とどっちが強いのかということで疑問に思うと思うので比較してみようかなと思います現在ね私の持っている SSR の先方がですね 高橋常ンがいますので、これとですね、柳生ネノリをですね、入れ替えて比較してみようかなと思います。それではまずはじめにですね、こちらの舞台で攻撃してみようと思います。はい、ということで、柳生ネノリの方からデータ見ていきたいと思います。重症兵士がですね、846、戦士兵士がですね、110ということで。 続きましてですね、高橋庄雲に入れ替えた方の舞台となります。こちらはですね、重症兵士数が866、戦死兵士数がですね、111ということで、今回ですね、柳生宗則の必殺奥義の方がレベル1ということですので、必殺扇はですね、レベル1。 同士であれば SR に入れ替えてもほぼ同じ結果が出ると言えるのかなと思いますこの結果から言えることとしましてはおすすめに出したような武将ですねそういうのは二突以降凸が進んでいれば十分ですね一軍に使用に耐えられるくらい強いということが言えるのかなと思います参謀についてはですね回答武将はありません それではまとめということでお話ししていきたいと思います首相 KSR はですねステータスが低いですので兵士のですね統率できる数は減ってしまうのですが義によるダメージが出せますのでダメージ重視ならですね十分おすすめできる性能と言えると思います戦方に関しましては福留正近はですね一軍使用にも耐えられるくらいですね優秀な性能となっています浅井長政に関しましては騎兵運用ならですね必殺義は偶数発動なので発動回数が稼げる優秀な性能だと思います 鈴木貞代とかですね、柳生宗則は兵種が一致している場合ですねそちらは1軍使用門にも耐えられる性能だと思います一致していない場合でもですね、2軍以降なら十分活躍の場があると思います今回おすすめした武将はですた、ね、とえ後からですね、優秀な SSR を引いたとしても育成した経験値はですね、2軍以降で十分活用できますので無駄になるということはないとこかなというふうに思います 最後にですねお詫びと修正ということでお話ししていきたいと思います。野党賃やつれ豪華版の方でですね購入後すぐにすべての報酬帳に、ね、6410入手できるような誤解を招くニュアンスで発言してしまい誠に申し訳ありませんでした購入されてしまった方はですね誠に申し訳ありませんこちらですねべての報酬の合計が6410でありシーズンも終盤にならないと全てですべ、ね、てこの報酬がですね回収できないため購入する場合はですねご注意ください。ははいといととうこでで今回はですね無課金,美課金向けを め SR 部署8選ということでお話ししましたどんご視聴ありがとうございます少しでも参考になれば幸いですいつもですねフォローとかいいねありがとうございます活動の励みとなっています今後もですね新信長の予防は投稿していきますのでチャンネル登録とかですね高評価よろしくお願いします